ちゃうよ。じゃあバスドラの踏み方、はい、ワン、プレートのどこに足を置いてもいいけど、俺は真ん中辺に、足のこの腹の辺が来るように、この辺真ん中辺に踏みます。ほんで僕はかかとよく上げます。上がってるよね。ハイヒールは履いてないけどかかと上げてください。で踏んだら押し付ける。ロックとかの人はよく押し付ける。で、まあ、こう離す打ち方もあるけど、まあ、コツがいる、はい、でこう打つとかかとつけて、こうつけてこうなんていうの、ふくらはぎのパワーでこう押す人もいる。例えばこんな時やってみよう。プレートの真ん中辺につま先つけて踏んでみて。この辺に多分力が入るけどかかとだけじゃ、かかとつけたら踏めないね。もう一回踏んでみて。足全体をスコーンって落とすような感じ。そう、でもかかとはズコーンってやったら痛いから、そう、このパワーをこっちのペダルに移す感じ。持ち上げて下ろす。ドロップパワーをペダルに向けて、どう？いい感じ。いい感じですね。いい感じですね。いい感じですね。いい感じ。じゃあ手もくっつけてみよう。焦らなくていい。ドンパンドンドンパンドンパンドンパン。口でガロン。足もピコピコ動いてるから同じところ踏むように気をつけて。もう一回だ。ワン、ツー、スリー、フォで言うと、右右左左 AB みたいな、そういう感じね。そういう感じで。